こんにちは。ここは東上線の四季駅と水穂田駅の間にある柳瀬川駅です。四季市にある唯一の駅として知られています。ちなみに東上線にある四季駅というのは所在地は四季市ではなく新座市なので注意が必要です。2番線には普通池袋駅が到着です。5番系の最後の、あ、最後じゃない、51005ですか。最後ではありませんね。おそらくこの列車は川越市か富士見野で快速急行を抜かれたと思います。やはり今の列車は川越市で快速急行に抜かれてましたね。こちら側は池袋型を望む方向なんですけれども、ホームが狭くなっています。ただこのホームの先端からですね、撮影すると、まあ、あの撮影方法で面立てというふうに呼ばれるんですが、まあ、あの画像が縦の向きにしたね、そういった写真を撮ることができます。もう夜なのでね、もうあの駅じゃないところは線路真っ暗なんで何も見えないと思いますけれども、まあ、一応曇りの日にですね、まあ、そういう面立ての写真を撮ったことがあるので、まあ、もしそれが残っていたら、画面のところに載せておきますので、ぜひ参考にしてください。そして夜の時間帯ということで、まあ、夜の時間帯も東上線はある程度のパターンダイヤを持っているので、まあ、そんなに複雑ではないのが正直なところなんですけれども、今ですね、下りホームは、ね、準急森林攻撃が発車をしていきました。夜の時間帯にはですね、準急森林攻撃が1時間に1本のペースで存在します。毎時8分、池袋を毎時8分で発車をしていくんですけれども、この準急森林攻撃は日中の森林攻撃準急とは異なっており、富士見野で急行に、そして川越市へですね、 TJ ライナーに抜かれるという形態を持っています。さて、その1番線の列車、この後急行が通過しますけれども、これは今言った準急森林攻撃を富士見野行きで抜かす列車となります。この列車は終点まで TJ ライナーに抜かれることはありません。すなわち池袋から終点の小川町までは先行先着という形になります。東武3万系ですね。東武の3万の3番目ですね。さて、2番線には幕車であろう列車が来ましたけれども、あれは標津急行ですね、通過です。1万30系の武蔵ですね。後ろは1万50系、唯一東上線で走る4両編成11455ですね。全然見えませんけれども、そして下り列車来るのは東京メトロ1万系ですね。普通川越市行き、この列車富士見野で TJ ライナーと待ち合わせをします。ゴールロビーが巻かれていたので1から4のどれかになると思いますけれど、あ、トップナンバーですね。夜の時間帯に毎時1本存在する富士見野で TJ ライナーと待ち合わせをする地下鉄線からの普通川越市行きです。すなわちこの後来る1番線の通過電車は TJ ライナーということになります。まあ、あと 2,3 分ぐらいですぐ来ると思いますので、まあ、待ちたいと思います。その前に2番線にですね、準急池袋駅、これは完全に先ほどの急行富士見野で抜かれたやつですね。幕車ではないことは確かです。ライトが違いますからね。こうやってビデオカメラを使っているとズームできて遠くまで見えるから何が来るかすぐ分かっちゃいますね。3万系が来るようですね。こちらの準急は川越市始発となっていて、富士見野で急行池袋行きの待ち合わせをしておりました。
リピーター点灯してますね、開通はしているようです。 TJ ライナーの小川町行きがまもなく通過をしていきます。この TJ ライナー小川町行きはこの先の富士見野で普通川越市行きに、これは地下鉄線から来た列車です。そしてその先の川越市では準急森林公園行きと待ち合わせをします。 TJ ライナー小川町行きです。おー危ねえ、あー危ねえ危ねえ危ねえ危ない危ない、こういうのがあるからね、ペットボトルとか捨てちゃダメなんすよ。準急川越周期です。この準急は四季駅ですね、先ほどの TJ ライナーに抜かれた列車となります。そして反対側2番線には東京メトロ1万系の新木場駅が入線してきましたね。さて急行池袋駅5万です。51007、東武5万系同じです。51003、51006です。お、またゴールロビーですね。10103です、そしてその次に下り列車は何が来るかというと、四季駅22時1分に発車をする準急の森林公園行き、あれこれは21時40分発だか、あちょっとあれですね、あの夜の時間帯のパターンダイヤも崩れてきてますね、この時間帯からなしだから、あこれあれだ、あのたまに私も乗るやつだ、あの池袋からそのままあの先行先着するやつです。池袋21時40分、そして森林公園22時44分に発車をする、準急森林公園行きなんですが、まあ、これを見ていただければお分かりいただけますでしょうか、池袋21時40分に発車をして成増とか四季とか富士見野とか、そして川越市でも待ち合わせすることは一切なく、そのまま森林公園に先着するという列車です。なので、まあ、これはですね、まあ、あの優等度が高いというのもそうなんですけれども、あのだんだん深夜に近づいてきたことを意味します。快速急行、先ほどの普通池袋行きを四季駅で待ち合わせをする列車ですね。さあだんだん手が疲れてきちゃったんですけれども、快速急行が通過をしていきましたね。この後来る1番線の列車は準急森林公園行きです。この準急森林公園行きは先ほど説明した1時間に1本存在する準急森林公園行きとは異なって、まあ、この時間帯、もうだんだん、夜の、ね、パターンダイヤも崩れてくる頃なんですので、今回この準急森林公園行きもその崩れてきた時に誕生する列車として数えられます。この準急森林公園行きの最大の特徴というのは、やはり途中で待ち合わせすることが一切ないということです。また5万系ですね。今回5万系がめっちゃ多いですけれども、柳瀬川を今渡っています。準急池袋行きとして入線してきました。5万4ですね。51004、結局51003、04、05、06、07、09は見てないか、5つ連続で5万系見てるわけですね、今回の動画だけでね。富士見野で先ほどの快速急行を抜かれた列車です。さて一番線に来る準急森林公園駅こそ、全ての駅に先に到着する列車となります。お、また5万系だ。これは5万系の51002です。すごいな、結構5万系合ってますよね。
結局5万系のトップナンバーとあと51009以外全部合ってますわ。51008はですね、この動画の撮影日ではですね、もう半蔵門線というか、あの東武スカイツリーラインの方に、転属してしまっているので関係がないものとして、そうなるとあと2編成で5万系コンプリートだよ。しかもそんな1時間も経ってないのに柳瀬川、すごいな。あんま全然計画しなくて柳瀬川来たんですけども、まさかこんな高密度に5万系に出会えるとは思わなかったな。今ちょっと運用情報のあのサイト見てるんですけど、51001、うわやばいやばい、森林公園から川越市じゃないですか今。え、じゃあ来るじゃないですかこの後。すごい、しかも列車番号は3256、つまり準急池袋行きか。すごいな。5100直径じゃん。5100は347、347ってことは普通川越行き。やばいやばい、もう5万件コンプリートじゃん完全に。しかもちょうどいい場所。すごいっすね。だって2、3、4、5、6、7は全部見てて、8は関係ないとして1と9だけですよ、あと。でそれがもう揃っちゃいますよ今回。やば、ちょっとさすがに怖いっすね。こんな高密度に5万系に出会えるっていうのはすごいことだと思います。皆さんもあんまないんじゃないですか。私はないですよ。3万系が14本ありますけど、あれが1時間に全部見られるっていうのはあんまないと思うんですけど、5万系はまあそれに比べたら8編成しかいないからまだいいにし、いいとは思いますけれども、すごいな。じゃあ来ちゃいますね。じゃあ待ちましょうか。今ですね、51001は準急池袋駅として今柳瀬川の方に向かっていて、51009の方もですね、普通川越市行き列車番号347として、今ですね、だいたい四季駅にいますね。だいたい四季駅です、今22時6分なんで。今だからもう来ちゃいますね。やばいな、5万系すごいな、5万系めっちゃ密度高いんじゃないですか今。ちょっとあれ見よう、あの運用情報じゃなくて、あの現在地見よう。ちょっとこれは皆さんにも画面で見せたいと思います。そんな、でもあれか、現在地を見てみるとそこまで密だと感じないのか。まあ、さっきのこの5100さんの急行とかも見たし、まあ、あとはでもそうっすよね、まあ、3万系とか51001はこの後来ますね。川越にいます今。そして51009はこの後来て、51006とか51004とかがあって、51007とかがあって、あーそんな感じなんだ。そして間もなく5万系の51009が来ます。これであと51001が来れば、もう5万系はもうコンプリートしたことになります。1時間もいないのに5万件全部同じ駅で出会えるのはすごいことだと思いますよ。ここ柳瀬川だから、例えば成増で折り返しちゃったりとか、四季で折り返しちゃったりとか、あと森林公園にも入庫しちゃってたりとか、そういった列車も存在する可能性があるのに、そんな中ね、こうして出会えるっていうのはすごいと思います。これ柳瀬川駅の乗車目標のシールって、クラリとの森で大きさが違うんですね。クラリだと結構小さいんですけれども、上りだとめっちゃ普通の、てか普通の大きさですよね、あれがね。種類が違うんですね、面白いな。富士見の駅で51009の準急池袋駅を抜かした急行です。編成は何だろう、9104が普通な、あ、でも違うな、窓が。910、うん
2か。ああ、誰も乗ってませんね、先頭車は。ちなみに今発車した準急池袋行きはやや珍しい特徴がありまして、普通準急はですね、快速急行に抜かれる場合四季駅で行われることが多いんですけれども、あの列車のみ、成増駅で快速急行に抜かれます。急行森林公園駅が通過をしていきます。この後来る列車が準急なんですけれども、その列車に乗りたいというふうに考えております。急行小川町駅でしたね、すいません、行き先間違えました。はい、ということでですね、柳瀬川駅5万系にね、すべて1時間足らずで出会うことができました。あ、すみません、各駅停車は新銀行駅か、列車も間違えちゃったな。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。